それとエニアグラム二等兵の友人屋です。T 隊長です。隊長でございます。はい、今日はですね、あきちゃんさん。あきちゃんさん。いつもありがとうございます。ありがとうございます。あきちゃんさんから、うん、リクエストとして、子育てに関して、エニアグラムの活用法などがあればお伺いしたいです。お二人の子供時代、どんなことを考えていたのか、今思えば自分のタイプっぽい行動だったと思う出来事など、お時間があったらお願いしますと。もう時間は作るものだと。かっこつけなと、すいません。で、子育てに関してのエニアグラムの活用法などがあればっていうお話なんですけど、エニアグラム知ったのって何歳ぐらいのと、もう子供はいらっしゃる時、僕がエニアグラムを知って多分6年ぐらい、はい、なので、はい、一番上の子は女子高生ぐらいです。だと、その時に子供ってやられました、タイプは見ましたけどね。何タイプかなって、っていうのはなんとなくは見ましたけど。いくつだったんですか、タイプは。例えば、一番上の子は2っぽいんですよ。女の子。女の子。2っぽい。2っぽい。だと、その、よく2のところで挙げられる、もっと自分のことやっていいんだよみたいな、自分に関心を向けてみたいなことは、ことは思ったりすることはあります。なるほど。しそういうことを言ったこともある、はいはい、けどそれなかなかこう自分自身が気づかないと難しいじゃないですか。でじゃあ例えばその、パパそのいつも読んでる本何みたいな、で、あこれエニアグラムって言ってさみたいな、そういう英才教育はする、しない、してない。あ、なるほど。そうやって向こうから興味を持ってこれば、いいチャンスだ、そうですね、と思えるかもしれないけど、こっちからエニアグラムってすごくいいのがあってねって言っても全然興味示さないじゃないですか。確かに、うちの家族も子供が小6、小3なので、なかなか進めるのは難しい。そうそうそう。で、じゃあかといってその妻に対しても、こんだけ100何本ってエニアグラムの話を上げて、本もうわーって並んでるのに、見ようとはしないんですよね、全然。そうなんですよね。でなんか昨日ライブやって、20人ぐらい見てくれてさ、って話をすると、物好きがいるんだねみたいなそんな扱いですもんね。そうなんですよね。知らない人に勧めるっていうのは、難しい、また名前もそのエニアグラムっていう聞き慣れない怪しい響き、なんかそういう系のものは好きです。血液型とか。あ、そういうのは全然興味を示さないです。占いとか全然興味を示さないです。塩麹とか、だから、そもそもそういった部類のものは全部うさんくさいっていうところに入ってるじゃないですか。箱の中に入ってるかもしれないです。ちょっとエニアグラムでもその箱とは違うんだよって話はしたいんですけどね。そう。で、それをこう説明してもなかなかその箱に入れちゃってる人には難しいじゃないですか。確かに、確かに。自分でなんか納得がないと。でも働きかけることはできるっていうところで、その、話を子育てに戻すと、3人いらっしゃる、女の子、男の子、男の子、でタイプがそれぞれ分かる、本人にやってないので、実はどう考えてたかって違うかもしれないですけど、そのアクションで、そういう行動とかで、このタイプかなって、でじゃあそのタイプに合ったような働きかけって、その男の子とかにも別に、男の子、エニアグラムを進めることは多分そもそも難しいなっていうのはあって、ただこう気持ちよく動いてもらうみたいなことはできるかもしれないな、かもしれないなっていうのは、じゃあやってはない、やってはない、なんか反抗期じゃないですか、中学生とか。あ、僕まだちょっと分かんないんですよね。なるほど。こうなんか話しかけても「うん」しか返ってこない、みたいな、しか返ってこないんで、何かこう積極的に関わりづらい。ちなみに思うに何タイプと何タイプっぽいんですか？3人いて真ん中の今大学生の子は6か9か。なるほど。なるほど。みたいな感じ。で、一番下の子は7か6かみたいな。なるほど。6は、どこちでも出てきますね。そうそうそう。7か6かみたいな。ちょっと目立ちたがり屋な部分があって。あ、3番目の男の子、僕ですね。僕も3番目の男の子として。で、こうなんか、クラスのリーダー的な立場になろうと。あ、試みますね。体育祭とかもこうリレーの選手になろうとしたりとか、あの学園祭でしたっけ、
ああいうのでもこうなんか出し物をやりたい人みたいな感じで自分がやる。なるほどなるほど。で行ったりしてこう舞台の上でこうなんかやってたりとか。あの、うん、社会に出ると苦労しますよね。いやなんか、うん、ごめんなさいこれ僕の体験ですね。ごめんなさいね、うん、すいません。なるほど。そういう感じなので目立ちたがり屋。はいはい。そうで自己主張的な部分も結構だってやっぱり子供って分かりにくいですよね、うん、分かりにくいです、ね、そう私も、まあ、娘が2人いて、うんうん、小6、うん、小3、うん、あ上の子は9かな、うん、6かな、うんうん、下の子は1かな、うん、3かな6かなみたいな、うんうんうん、その辺なんだけど、うん、やっぱり分からない、うん、でエニア今日しまった忘れてしまったんですけど、うん、あの子育てに役立てるエニアグラムみたいなのをちょっと今度持ってきます、すいません、うん、そこにも書いてあるのは、うん、やっぱ子供は分かりにくいからこれって決めつけない方がいいよと、うんうん、で、そうですね、まあエニアグラムね我々、うんうん、まあその各タイプがどんなタイプで、うんうん、で分かっていればその全てのいい面を知ってる、うんうん、まあ、とらわれもなんとなく分かる、うんうん、だったらそのいい面に出せるように、うん、いい面出せるように全てのいい面が出せるようにこの導くことはできるのかなと思うんですよ、うんうん、いや心から欲するものではやればいいじゃん、うんうん、っていうところだし、うん、彼女たち彼らが持ってる、うん、どうせできないとか、うん、あそんなん違う違う違うみたいなのは言えますもんね、うんうん、でそれがその人それぞれみたいなところからじゃないですか、タイプによって、はい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 、なんでまあそこをうまく刺激しながらみたいなところですよね。ただまあなんかそこでごめんなさい、ちょっとこれはもう僕が出てくるんですけど、うん、お前が偉そうに言うなよって出てくるんですよね。あ、お前できてねえだろって。あ俺。うん、まあそれは分かります。分かりますというか、自分も子供の時思ってたりはしますからね。親とか学校の先生とか。はいはいはい、ああなるほど。きれいごと言うなよ。きれいごと言うなよ的な。なりますよ、ね。でそれが特に反抗期に入ってくると出てくるじゃないですか。矛盾に気づき出す世の中のは、はいはい、だからまあ難しいなっていうのは、まあ、でも大人でもやらそうとするのがそもそも間違いなのかなみたいなところはありますよね。うまく活用するってなるとその人の持ってるとらわれとか特徴だとかっていうのをうまく刺激しながらいい方向に、これがまたタイプ9とタイプ6の違いなの、うん、タイプ9はなんかそういうのが、うん、放任できる、うん、ちゃんと認めて健全度が高いタイプ9はできるらしい、うんうん、で僕の場合やっぱどうしてもその、うん、やあのマニュアルの6、うんうん、やれよがちょっと思いとしては強いのが出てくるかなっていうのはあるんですよね、うんうん、なんでこの子育てに関してのエニアグラムの活用法などについてあればっていうのはあまりやってないっていうやってないで、やるとするならば多分大人と一緒ですよね。この人はタイプ1だからこうルールに厳しいからそのルールをちゃんと守ってあげて、この人の考えてることを尊重してあげてやると人間関係うまくいって、この人がこう気持ちよく動いてくれるみたいな。そうだと、うん、そう子供も大人も関係なく同じで、でも子供は分かりにくいよっていうのがあるし、で実際お前やってんのかって言われるといやできてないですっていう、うん、まあそこはでも関係ないあそうですね、うん、はいはい、のかなって。子供をこううまく何ですかね、子供だと勉強させるとかですかね、勉強してほしい、まあその辺ですよね、うん、勉強してほしいのか、うん、でもなんか親としては、うん、あ勉強するといいよって言うじゃないですか、うんうんうん、でも俺やってねえがあるじゃないですかで、うん、やってなくて君は幸せですかって、まあそこそこ幸せってなると、うん、じゃあもう好きなように生きなよって、うん、ってなっちゃうんですよね、うん、でも好きなように生きようとさせたら不安ですよね、まあ、結局なんかまだまだこう未熟な部分はあるじゃないですか子供。そうですね、大人が、うんうん、まあ、痛い目をあってきた部分もあるあるじゃないですか、うん、でそうするとこう自由にさせておくと不安みたいなのはどうしても、そう、あのそうですね、うちのやっぱ女の子なので、うん、もう本当男はクズばっかだよって、うんうん、自分も含めて、うん、本当クズしかいない男はっていうのは強く言いたいんですよね、うん、そう、何を変な男に引っかからないようにしたい、そうそう、もう猟銃で撃ち殺してやるみたいな、近寄ってくる男はみたいな気持ちはちょっとありますけどね、うん、でも教育ではどうです、はい、あだと勉強して、あだと言うのは、うん、あの勉強はした方がいい、うん、でもしなくてもいい、うん、でも、まあ、選択肢の幅が狭まるとか、うん、そういう話はしてます、うん、あとはそのうちあの私立大学無理かもしれない、もう行かしてあげるの
っていう話はしてますもん、うん、だからあの国公立行けるように勉強してねって、うん、全教科勉強必要だよって、うんうん、奨学金とかありますよ、うん、そこはもうないものとしてますあだから、うん、あの大学別に行かなくていいよは言ってます、うんうん、で子供も別に僕の感覚でいくと何したいのになるんですよね。あ、そう、そこ何したいのって言われても特に何もない感じはするんですで、そう、何したらいいんだろう。そこなんですよね結局で子供に、うん、じゃあ逆にじゃあパパ何したいの、うん、って言われると、うん、おーって YouTube って言っときゃいい今はそうなんですけどなるほどねと、うん、やが帰ってくるんです何したいの問題が、うん、何好きなことやればいいよって、うん、じゃあパパは好きなことやってるの、うん、帰ってくるからそれは、うん、あの返せる準備はしておいた方がいいかもしれない、うんうん、その辺はありますからね、僕は結構好きにやってる、やってる部分はあるんで、はい、だからこう何したいのやりたいことやりなさいって言った時にやりたいことがないみたいな感じ、結局こう頭で考えてる感じはあるんですよね。やりたいことってなんだろう、はいはいはい、これでいいのかな、うん、そう、でそのやりたいことが見つかればじゃあそれになるために勉強が必要か必要じゃないかじゃないですかっていう話はできるんですけどね。でもまあ難しいところです、うん、だとまあなんかじゃあ選択肢を残しておくために大学行くみたいな、そう、うん、そうで僕が子供の時何かしたかったかっていうと特にないじゃないですか。あの強くこうプロ野球選手になりたいって言ってる子もいるとか、うん、そういうの全くないし、はいはい、どうしたいの。僕子供の時はずっと子供のままだと思ってました。あ、なるほど小学生ぐらいの時まではちょっと確かに、うん、確かに、うん、今大人かって言われると、うんうん、っていう問題ありますよね、うん、だからこう自分が子供の時に置き換えると何がしたいのって特にないのを、うん、こう何がしたいのって聞かれても困るだろうなって思うんですよね。はいはいはい、だからなんかやりたいことが見つかるといいなとかは思ったりしますけど。じゃあなんか、うん、今、うん、考えていることは一緒だと思うんですよ、うんうん、ってことは多分このあきちゃんさんも、うん、多分一緒だと思うんですね。多分そうだと思うんですよ。多分悩みは一緒、うん、そうで何もないんだったら勉強してた方がいいよみたいな答えはあるじゃないですかね。そう、それなんかオーソドックスな答えですよね。そうで本当にその勉強が役に立つのかって言われると、もし途中でやりたいことができた時に全く役に立たない可能性もあるじゃないですか。そう、あるそうある、そう保険みたいなもんですよね、勉強しておく。これ何か何か哲学の壁に当たりましたね、うん、そうで、何かそういうのがあればエニアグラムとかうまく使ってそっちの方にこう誘導していくことはできそうな気がするんですよ。確かに。でも今46年間生きてきて、うん、ようやく何か、うん、脱げたような気がしてるんですね、うんうん、そう、その社会人としてこうあらねばみたいな、うんうんうん、またそれがいいかどうかもまた分からないんですけどね、うん、なんかこの囚われじゃないですか、エニアグラムでいくと囚われを手放す、うん、囚われを手放す、はい、だからその手放し方がタイプによっていろいろ違う、そうですね、みたいなところだから、この人がどうなりたいのかが分かれば一番心の底で願っている、うん、根源的な欲求ですね、うんうん、となんかこうなりたいって思ってる将来の自分みたいなのがあれば、そこにこううまくエニアグラムタイプ9の人だったらついついサボりがちになるからみたいな。でもやればできるわけじゃないですか。今その根源的な欲求って感じていらっしゃいます？根源的な欲求っていうと怒り。あ、欲求なので何て言うんでしょう、うん、平和とか。怒りがあるからこう平和でありたいみたいなところじゃないですか。あ、まあ、2つですよ、どっちも。確かにで、そういうのはあるけど、それって別に将来やりたいこととかとはまたリンクしてなかったりはするじゃないですか。なるほど。僕としては、まあリンクしてんのかもしれないけど、このルーム8を、みたいなの、はい、まあこういう場所を作りたいみたいなところにリンクしてたりはするのかもしれないけど、平和って言っても平和を求めるために何かをやってるっていうよりは、居心地のいい場所を作る。場所を作りたいとか、まあそういった人たちが集まれる場所みたいなことは思ってたりするので、でそういうのがあったりすると、じゃあこういうのがいいんじゃないのっていうアドバイスとかはできそうじゃないですか。子供にでもそれを、うん、求めるのは難しいですね。そうで、何がやりたいのから、まだそんなに遠い将来、大人になった時のことまで考えてなかったりするじゃないですか。友達と何して遊ぼうとか、まあ、今はそうですよね。そう、はい、特に小学生とかなんか特に、はい、そういうことが中心になってくるので、なんかまあなかなか難しいかなっていう。これはぶち当たりましたね、うん、矢が帰ってきた
その辺がこう明確な子だったら、いろいろこうエニアグラム使ってサポートできそうな。そうですね。そうそう、あとなんかその、うん、コーチングとかにもエニアグラムがすごい、タイプによってかける言葉が違うとか分かるんですけど、その好きなことがない、好きなことがない、何をやればいいのか分からないとか、要は急にレールがなくなりますもんね。そうそうそう、あの高校まではまあまあまあ普通のレールがあるじゃないですか。まあここの時はいいんだろうなっていう、このレールに乗っとけば、まあまだみんな一緒にいる、そう高校卒業まで行って、もうそこから離れていく人はたまにいるけど、要は自分があって、それはもうそこにね、乗せてあげればいいんですけど、この何もみんなが何もまず乗ってる電車から39みたいにバッて、そう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 、羽ばたく時にみんながバラバラになった時に、じゃあ何がしたいですか、っていう導きにエニアグラムは使えるんですかね。使えるとは思いますけどね。なんか例えば6だったら不安があるわけじゃないですか。感じてないかもしれない、意識は向けてないかもしれない、こういうことやりたいけどって思った時に、けどありますよね、はいはい、これ本当に大丈夫なのかみたいな不安があったりとかすれば、その不安を取り除くためにいろいろサポートしてあげることはできそうじゃないですか。あ、そうですね、これだったらこういうふうにやったらいいんじゃないのとか、一個一個ね、そうそう、漠然とした不安をちょっとちゃんとバラバラにして話してあげると、っていうことはできそうなので、これがあればなんとかなりそうな気がするんですよね。いや、これの見つけ方、そうそう、でそもそもここがまだ子どものうちは少ないのかなっていう、ちょっとまあやっぱりちょっと難しいですよね。なんかその、そう、小学生の時どうでした、なんかありました。いや僕はあの、志村けん見て、ビートたけし見て育ったので、ああいうふうになりたい、ああいうふうになりたい、で、でもまあ松本人志の出現によって、楽しいと面白いは違うんやで、で、それは小学生の時ですか。で、それはもう高校ぐらいの時です、ね、あ、高校ぐらいの時、高校大学ぐらいの時に、俺はただ楽しいだけ、違う、楽しみたいのか、多分楽したいはあったんでしょうね、あ、ね、違う、自分は特別な人間だと思ってたんですよ。それができる人間だ、そう、あの認められた人間、認め認められた人間俺は特別と思っていて、で大学卒業して、じゃあ就職っていう時に、まあ普通に就職活動するんですね、でそこで選ばれ、どこにも選ばれなかった、1999年に就職活動していたので、超氷河期なんですね。氷河期世代ですね、超あのベビーブーマーの時代なので、で特別な人間、選ばれた人間と思ってたんだけど、どこにも選ばれなかった、そこでまあやっぱ社会を知るわけですよね、あ、俺はどうしようっていうところから、今まではまあ結構苦難の道のり子供の時はそういうお笑い芸人的なになりたか、明るい、あの、要は多分外交的なところで得する部分があったので、ああいうふうにいてはきっと得できる、あの、まあ、楽しく生きられるんだろうと、ただまあ子供の頃の話で言うと、っていう面がありつつ、家ではなんかその雷が鳴るとコンセントを抜いてとか、燃えちゃうとか、あのこたつつけっぱなしだと姉が寝ていても消して、寒くて怒られるみたいな、でもまあ火事になるじゃんっていう子供でしたね。だとやっぱり6ウィング7の感じがあるのかなって、エニアグラム知ってからはそう思いますけど、どんな子でした。僕はだから何も考えてないですよなるほど、何も考えてないことはないけど、まあ、自分の世界ですよね。アリを追っかけて、アリを追っかけたりとか、だから子供の時は本当に子供時代がずっと続くドラえもんの世界ですよ。ずっと小学生じゃないですかなるほどなるほどあんなイメージですよ。でそんなにすごい本当に大人になった時のことなんか本当に考えてない。どの辺に意識が変わってくるんですか。なるべく子供でいようとしてますよね、きっと今もそう、どの辺でだろう、だからそんな意識もしてないですよね。あ、で、あ、そうです、流れに乗っかってる。僕あの社会人になった瞬間は、あ、こんなつまらない毎日がずっと続くんだと思ったんです、ね、あ、そう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 、そういうのはありましたよ。23の時に、あ、つまらないって、なんだこれはって、それはありましたね。だからあの、そう、働くのとかも嫌だったんです。わかる、嫌だ。だからあの、僕大学に行ったのも働きたくないからです。あ、その気持ちはわかります、はい、働きたくないから勉強して大学に行った、はい、嫌だった勉強した。そうそう、で最初入ったのは
短大だったんですよ、ね、近畿大学の短大、はい、入ったけど2年間経っても働きたくないからって4大に編入して なるほどっていう感じで4大まで行ってっていう。そうなんですよ、うん、多分働きたくないんですよね、みんな。働きたくないんじゃないかな。僕も働きたくないんですよ、うん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 、でもようやく46まで来て、うん、折り合いをつけて働くっていうのと、うんうんうん、あ、まあ、この仕事なら働いてもいいかなっていうところと、うんうん、その辺が僕もこう会社に入って、大学卒業して会社に入って、もうこれが一生続くと思うと絶対嫌だみたいな感じでこう辞めて。でもそれと、うん、そこの嫌だの部分から変えるのに、うんうん、エニアグラムは役に立ちますかね。嫌と思わなくするってことですか。あ、要はそうですね、嫌と思わなくするのか、うん、その仕事に価値を見出すのか、うん、別の道を見つけるのか、うん、要は嫌だって考えながら仕事するのって嫌じゃないですか、うんうんうん、じゃなくて、あ、毎日楽しいねでいけるといいわけですよね、うん、そうそこの変化だから、僕だったら嫌だ、じゃあ何が面白いかなってところから、何ならいいのか。そうやってエニアグラムなんか使います。その時もまあエニアグラム全く知らない時ですからね。そうですよね。30ぐらいの時ですか、ね、企業の時エニアグラムはどうですか。企業の時はまあ、やりたいことと金になるかどうかですからね。自分で起業するってなると、そこでエニアグラムは役に立てた。エニアグラムは起業する段階ではまだ知らない。起業したタイミングぐらいの時に、僕たちの師匠の吉さんと出会って、はいはい、で最初はそのきっかけとしてはエニアグラムじゃなくて、そういうマーケティングとか、はい、事業をどうしたらうまくいくかみたいなところで、この人すごい人だなと思ってこういろいろ関わっていったのがきっかけで、エニアグラムを、エニアグラムを使ってるよみたいな、その従業員の教育だとか、はい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 、そのお客さんとの接客とかっていうので、エニアグラムがすごくいいからって言って、ちょっとやってみないみたいな感じでやったんですよね、はいはい、だからタイプは関係あると思うんですよね、事業とかするのにあたって。例えばその岸さんがよく言ってたのが、起業ってなるとだいたいこのタイプ3的なものが要求される、ガンガン働いてどんどん前に出てみたいな感じだけど、はい、タイプ3の人はそれでうまくいくけど、そうじゃない人がそれをやると一時的にはうまくいくかもしれないけど、そのうちこう疲弊して事業を続けられなくなるからね、はい、みたいな、はいはいはい、だからこの自分のタイプに合ったやり方みたいなのを見つけていかないと厳しいよみたいなことは言ってて、でそうすると何なのかみたいなところですよね。これは僕はちょっとこれからちょっと考えないといけないですね、うんうん、要は私あのデザイン会社、うんうん、でよく社長に言われるのは、うん、先生か社長かにならないと食っていけないんですよね、うん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 、っていうのを見るともう私も50手前なので、うん、これからちょっと何か自分でやっていかないと、うん、っていう意味では、うん、このエニアグラムってちょっと知ってないと、うん、だから6だと多分こう人との調整が得意なわけじゃないですか。得意な人さ分かんないですけどね、自分では思ってないですけど、あ、自分では思ってないかもしれないけど、はい、まあ、エニアグラム的にはどっちかというとそういうタイプじゃないですか。そうですね、はい、いろんな人と上手にこう関わって、はい、まあ、その辺だとは思うんですよね。引きこもってずっとなんかこうカタ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 やってたりするよりは、あ、確かにそれは向いてないと思います、うん、はい、職人的な感じよりはこんなの開発しましたもないだろうなとは思ってます、うんうん、もうでそれをやろうと思うと結構しんどかったりする。そうですね、それをやろうと、うん、確かに、うん、あと、まあ、あ、自分ってこういうタイプだから、うんうん、あ、じゃあこういう仕事はできるんじゃないかっていう考え方はできるかもしれないですよね、うんうん、だからこう職人さんと仲良くなってみたいな、あ、はい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 、仕事を触れるようにみたいなことをこう調整して、で職人さんって結構、まあ、僕の周りでも職人さんっていうかこう一人でカタ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 やったりとか、はい、デザイナーの子だったらこうデザインひたすら作り込んだりするのは好きで得意なんですけど、営業が苦手だったりするので、はい、営業を代わりにやってくれたりするとすごく喜んだりとか安心してこう働いてくれたりするので、はい、そういうつなぎ目みたいなのは6の人とかすごい最適な気はします、ね、確かにそういうのちょっと目を向けてこともではなくて、うんうん、あれですね、要はなぜこっちに来たかというと、うん、子供に子供にっていうと多分その世はこっちに帰ってくるので、うんうんうん、自分にまず役立てようができてないと、うんうん、いけないのでは、うん、と思いちょっと脱線してしまいましたと、うん、まあ、そ今の話でいくと、なんか子供にがどのタイプかによって興味を持ちそうなところをこう与えていくみたいなのがあるかもしれないですよね。
一人でこう絵を描くのが好きだったらひたすら絵を描かせてみるとか、はいはいはい、絵の教室とか習わせてみるとか、語っぽい勉強する本が好きだったらこうひたすら本を与えてみるとか、はいはい、もう大人の本ですよね、大人の本、子供のじゃなくて、まあ、徐々にこうランクアップさせていくとか、っていうなんかそのタイプに合った、もう大人と一緒っていうことですね、うんうん、で大人と一緒なら、うん、まず自身で示せですよね、自身で示せ、はい、まあ、いきなりは難しいかもしれないですけどね、あ、徐々に徐々に一緒に成長していくみたいな感じですよね、子育て自体が、うまくまとめやがったそんなに僕20代に子供がいたんで、はい、20代の時なんか今は何にもこう経験もないしみたいな、はいはい、っていうところじゃないですか、だとまあ、うん、そうですね、あの偉そうに言えません、偉そうに言えませんあの偉そうに言えないし、うん、あ、僕たちが偉そうに言えないし、うん、多分親から子に対しても偉そうに言えない、うん、と僕は今思った、うん、一緒に悩もうっていいじゃないですか、なぜなら、うん、好きなことやりなよ、うん、じゃあパパも好きなことやりなよ、ぐぬぬって、うん、なるので、そう、まあ、僕の場合は好きなことやりなよで、好きなことって何、はい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 、何やったらいいの、はい、で何って言いづらい、そうなんですよね、それ自分で考えろよって話だったりするんで、だと、うん、まあ、親がそういう姿勢を見せることで、うんうん、子供もそっちに向くのでは、うん、そう、はい、まあ、好奇心を育てるみたいなところじゃないですかね、好奇心、興味を持っているところを探っていくみたいな、難しいですね、子供は、うんうん、なんかまあ親として、うん、なんか線、いい線路に乗したい気持ちはあるけども、まあそれはね、うん、ってちょっとなんか思いました、うん、まとまってなくてすいませんが、すいませんあの、あげます、はいはい、ありがとうございました、ありがとうございました、チャンネル登録も何卒よろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございました。